アカデミー助演男優賞はアカデミー賞の一部門で1936年の第9回から取り入れられた。初期の受賞者に与えられたのはオスカー像ではなくオスカー像の描かれた盾が贈呈され、1944年に開催された第16回受賞式からは実物大の像が贈られるようになった。最年少受賞者はティモシー・ハットンの20歳。 最年少候補者は、ジャスティン・ヘンリーの8歳。最年長受賞者は、クリストファー・プラマーの82歳。最年長候補者は、クリストファー・プラマーの88歳。最多受賞者は3回受賞のウォルター・ブレナン。2回受賞経験者は、マハー・シャラ、アリ、マイケル・ケイン、メルビン・ダグラス、アンソニー・ー・クイン、ジェイソン・ロバーズ、ピーター・ユスティノフ、クリストフ・バルツの7人。 最多候補者は、ウォルター・ブレナン、ジェフ・ブリッジス、ロバート・デューバル、アーサー・ケネディ、ジャック・ニコルソン、アルパチーノ、クロード・レインズの4回。ヒース・レジャーは死後に受賞。また、ラルフ・リチャードソンも死後にノミネートされた。ありがとうございます。